今年の検定には洋画や写真など7つの部門に1303点の応募がありました。このうち各部門の1位にあたる県知事賞など入賞・入選作品767点が県美術館に展示されています。最高賞の聖望平和賞に輝いたのは彫刻部門の作品名葛藤。長崎市出身で佐賀大学に通う足立優香さんが手掛けました。大学3年生4年生と過ごしてきて進級進学就職などの悩みを表現しようと思ってこの葛藤にしました。この受賞に感謝しつつ改めて真摯に彫刻の作品制作に向き合っていきたいです。検定は今月29日まで県美術館で開かれその後は県内各地で巡回展示されます。